今回は下腹が気になる人におすすめなワイパーをより下腹に効かして、なおかつ骨盤矯正ができるので姿勢がこのように良くなってですね、自然とお腹がへこんでくるやり方というのを紹介していきます。通常ワイパーというのは寝た状態で足を左右に振る腹筋方法になるんですけども、実はあれが外腹斜筋には効くんですけども下腹に効きにくいんです。それを今回改善したスマホ持ったままできるたった30秒のワイパー応用編というのを紹介していきます。たったの30秒なので1セットでやめてもいいですし、3セット一緒に行ってもいいです。できる方は一緒に頑張っていきましょう。通常ワイパーは手を下について足を振る方法ですが、今回は肘をついてスマホを持って上体を少し起こします。起こした状態で足を振っていきます。で、足の位置は少し真上よりも前の方が効きます。スマホ持たずにできる方は手を横に開いて上体を起こして足を振ってください。もしスマホ持っておく方はですね、手は伸ばさずに肘をついて上体を起こしてお腹を締めたままで足をゆっくり振っていきましょう。ポイントは腰がしっかり床についた状態で行います。呼吸はふー戻ったらす、右左は吐き続けて真ん中で吸う。一瞬で吸います。息が止まると腹横筋に効きませんので、息しっかり吐きながら動いてください。それでは30秒いきましょう。いきます。上体を軽く起こしてスタート。ゆっくりふー吸ってふーっていう感じです。下腹効いてますか？足は少し前に持っていきます。あと少し、できるだけおへそを自分の顔に向ける感じです。上体しっかり起こして OK。 3セット行えばさらに効果的です。下腹が熱くなってると思います。2セット目やっていきましょう。いきます、スタート。動きはゆっくり、おへそを顔を向ける感じで効かしてください。スマホ持っておくの難しい方は多いと思います。上体しっかり起こしてゆっくり、お尻締めて腰床つけて、あ、効いてきた。あ、OK。 徐々にね、お腹が疲れてくるので早く効いてくると思います。3セット目頑張りましょう。行きましょう、スタート。ラスト頑張って、あと30秒したら終わり。しっかりおへそ顔を向けて、体の起こし具合は効く位置探してください。あまり起きすぎるよりもちょっと寝たぐらいの方が効くかもしれません。自分のお腹に効く位置で状態をキープ。少し、ガー、お疲れ様でした。もうめちゃめちゃ簡単でしたよね。30秒3回やるだけ、これだけでね、下腹がね、すごいスッキリしてきます。そしてこれは下腹だけではなく横も使ってるので、ウエストがね、細くなりやすくなります。ウエストが細くなると仮にお腹の前が出ててもお腹がスッキリして見えるので、意外とね、外腹斜筋鍛えるメリットっていうのはあるんです。そして今回のは頭も起こすんで、ちょっと首が痛くなる人もいたかもしれません。だけど普通の腹筋よりは腰が痛くなりにくいし、下腹に効かしやすいので、まあ、レッグレイズとかよりはね、まあ、簡単で、なおかつ横も鍛えられるので、このワイパーというのはやるメリットがあるんではないでしょうか。
頑張ってやってみた方、3セットやった方、お腹に効いたよって方、これを何回か続けてみてウエストスッキリしたよって方はね、グッドボタンやコメント残しておいてください。各種 SNS も行ってますんで、説明欄からリンク見てもらって、 Twitter の方とかはですね、毎日課題を提出してます。その動画を見ながらやるだけで必ず痩せてきますんで、何したらいいのかなって迷う方はですね、 Twitter のリンクフォローしてもらって、毎日課題をこなしてください。で、今後としてはこんな動画作ってよとかってね、リクエストがあれば、全然 YouTube のコメントでも Twitter の DM でもいいです。皆さんが見たいと思った動画をね、配信したいので、リクエストあればぜひコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。